ちゃんいいとこに。うちの社長がね、君の助けを必要としてるんだ。今までも何回か手伝ってるし、全然オッケーだよ。遠慮なく言って。言った通りに伝えろって言われたからそうするね。とっておきのおもちゃが手に入る新しい仕入れルートを開拓したのだ。君が手伝ってくれればすぐにでも店に並べられる。具体的に何をすればいいの？待って、まだ続きがあるんだから。ゴホンゴホン。新しい仕入れルートの入り口が塞がって、わしの派遣した助っ人も音沙汰がないと来た。解決に手を貸してくれ。詳細は後で送るぞ。以上、社長が言った通りにちゃんと伝えたから。なるほど、裏でやってる温度器ビジネスのことだね。新商品がフォローに巻き込まれちゃったってとこかな。確かに私の出番だね。スージーにはよくわからないけど、温度器って確か君たちが集めてるおもちゃのことだよね。社長がね、急なお願いだから、いつもの報酬プラスサンプルを一つあげたいんだって。気に入ってもらえると嬉しいって言ってたよ。待って待って、この質感、社長さんの仕入れたとっておきってまさか。第4世代型シンクロトランスミッションを搭載した最新の温度器ね。これが発する超音波は各種エーテル武装の波長と効果的に共鳴する。公式データによると、武装の基本スペックが平均で 44.21% 向上。このモデルを装備した戦闘員は少なくとも生存率が 30% 以上向上するそうよ。アンビ、なんでここにいるの？しー、スージーの前でそれは言っちゃダメ。ここでバイトしてるけど、温度器が戦闘用だって知らないんだから。え、超音波？武装のスペックって？ゲームの話だよ。スージーはあんま興味ないかもだけど、実は温度器ってテーブルゲームが遊べちゃうの。種類ごとにスペックが違うって設定でね。へえ、それってこうビリヤード的な？ほら、温度器って丸っこいし。あ、ちょっと待って、君たち宛に社長からメッセージが来たよ。どうやら相当な通と見た。おもちゃも君たちのような人間に使われてこそ本望。仕入れがうまくいったら買いに来るといい。特別に改造サービスもしてやろう。わあ、社長が直々に改造してくれるって、これすごいことなんだから。気持ちは嬉しいけど、私は結構よ。買いたいのは山々だけど、ジャトヤ全員の口座残高を足しても最新モデルには手が届かないから。じゃあこれは貸しね。社長さんが一つくれるらしいんだ。私が持ってても意味ないから、アンビーがもらって。本当にいいの？それがあれば上級エーテルゲーマーとの対戦もはかどるわ。おお、他の温度器ゲーマーとバトルに行くんだね。うちの社長に任せて。対戦相手も一目見たら忘れられない仕上がりになるよ。ちょっと待っててね。お待たせ、サンプルの改造が終わったよ。このフォルム、とても気に入ったわ。色も形もアンビーにすっごく似合ってるね。アンビーならきっと有効活用してくれるって信じてるよ。
ありがとうプロキシ先生、それと社長さん。準備完了。準備完了。